近年ニュースに上がる同性婚、結婚の平等が認められていない日本ではたびたび議論が交わされている。いやここさ、キスラはそっちにする、キスラとかメモとかそっちするのか、これ引いた方がいい。こっちはお勉強だからなくてもいいけど。国から家族として認められ、スウェーデン人の夫と息子と暮らすユーチューバー3つ、大逆転。まだ見ぬ家族の姿が日本から8000キロメートル離れたところにあった。今日は天気出ます。この番組はモルボの提供でお送りいたします。訪れたのは北スウェーデン、ルレオ。人口は東京都の175分の1、およそ8万人の小さな町だ。冬にはマイナス25度にもなり、海は凍る。その家族はそこに住んでいた。よろしくお願いします。はい、どうぞ。失礼します。仕事中の3つに案内されたのが自宅オフィス。そう、ここが YouTube スタジオだ。もう編集してた。これは何の動画ですかね。これスーパーの動画。3年ぶりに。なんかそれよく聞かれるから、視聴者さんに、なんかやっぱ物価がすごい上がったって日本で言われてて、で皆さんもなんか実感としてそれを感じてるから、スウェーデンどうですかみたいなコメントとか多くて、だからまあ久しぶりだし、ちょっとちょうど3年前にも出した動画があったから、それと比べたら面白いかなと思って。確かに興味深そう。じゃあいつもそうやって結構コメントとか視聴者さんの意見を取り入れて企画考えたりとかするんですか？そう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 。なんかそうするとネタに困んないし、やっぱ見たいものを作った方がたくさん見てもらえるからっていうのはあるよね。まあもちろんそうじゃないのもあるけど、この日のスケジュールは編集と撮影の準備。雪が積もり始めた11月上旬、家を飛び出しある場所へ向かった。これ今日は何の買い物なんですか？ルセカットを撮影するのに使うから、ルセカット用のものと、まあ、普段の、今日の夜ご飯とか。仕事と家庭の両立、みっつんの生活が見えてきた。みつパパ料理担当みたいなイメージが、まあ多いよね。俺がだって自分が食べたいものを作りたい。あ、そういう理由なんだ。のもあるし、でも本当最近は全然リカパパもいっぱい作ってくれるから。何やら値段表と歯磨き粉を見つめるみっつん。買い置く？ストックは絶対欲しいって感じ。なんか切れたら怖いみたいな。心の安定の問題ですね。そうそうそう、最低でも1個はストックを置いておきたいっていう感じが。動画とかはどうなんですか？動画もストック系ですか？動画はストックしてない。でも今回はもうすぐ日本に行くから珍しくストックしてるって感じ。結構それ、あとは結構あんまり長いプランはしてないかな。まあちょっと季節物でこれぐらいの時期にこれを撮ろうとかはあるけど、あんまり長い計画でできないタイプだから、今回すごい珍しい。この日の目的のサフランも購入。
帰り際、今年再開する俳優業についての話に、去年日本に帰った時にその演出家と一緒にイベントをやったことがあって、ほう、でそのなんか打ち上げの飲み会とかで喋ってる間に、あ、もしかしたらあの役は三尾にいいかもみたいなこと言われて、まあでもスウェーデンに住んでるからさ、どうしようかなみたいな、まあでももし本当に呼んでくれるんだったら飛行機飛んでくるよみたいなこと、割とまあ酔っ払った勢いもあって軽くってわけじゃないけど、まあやっぱ舞台に戻りたい気持ちは本気ではあったから、うん、舞台に興味持ったきっかけって何だったんですか？なんかなんとなく、でも子供の頃からなんか目立ちたがり屋ではあったかなと思うよね、家族の中では、うん、学校ではそうでもないけどみたいな、割と内気というか、うん、でもなんかその分なんか出したいみたいなものがあったのかもしれなくて、なんとなく憧れみたいなのがあって、でもどうやったらなれるんだろうみたいなのがわからないままモヤモヤして、でも多分名古屋出身で名古屋ではできない、東京に行かなきゃいけないんだろうなみたいな。1980年、名古屋生まれ、本名中村光雄。4人兄弟、10歳離れた末っ子として育った。周りとは違う自分に気づき始めた中学生。好きになったのはクラスの男の子だった。でもなんか今思うとなんだけど、うん、なんかまあでも家を出たかった気持ちもあるよね、うん、なんか兄弟が上に3人いて、みんな高校卒業して就職して結婚して子供作ってっていう流れをずっと見てたから、うん、俺だけ年離れてたからもうみんなそれなんだよ、うん、そうした時になんか自分はそこに当てはまらないじゃんみたいな、ゲイだし、うん、だからすごいなんかこのままに名古屋にいたらその自分のセクシャリティを隠して、うん、偽装結婚なのかよくわかんないけど、そういうのして、まあなんかもしかしたら頑張ったら結婚して子供も作れるかなみたいな、っていうことも想像してたから、うん、だからそっから逃げたかったっていうのもあるかもしれないよね、うん、逃げたいというか、もうその逃げたいというか、それは無理だなって思った部分もあったのかなとは、もう限界というか、いろんなことが限界だったよね、うん。2011年、スウェーデン人のリカルドに東京で出会った。3年後、リカのロンドン転勤を機に国際結婚。しかし、日本の戸籍上は未だ独身のままだ。そんな二人が見つけた次のステップ。子供を育てたい。アメリカでのサロガシー、代理母出産のプロセスを経て息子くんを授かった。あー、スムージーみたいなやつ飲んだんだよね。シこれ自分でできる、あそこから出せるやつ、うん、頭痛い、まあ、今振り返るとまあ、結果本当に良かったって、その良かったっていうことの中には自分たちがそれを選べたこと、それからたくさんのサポートを得られたこと、それから同じサロガシを選んでも不妊治療を選んでも子供を授かれないというこう結果になる場合もあるわけで、まあ、それはあの本の中にも書いてあったんだけど、そういうものが全てうまく噛み合って今の生活があるというか、子供がいる生活があるので本当にこう良かったなっていう、一言で言うと本当に良かった。Behöver vi inte bli sena? Nu ska du... Ah, jag är klar! Sluta, du har inte varit med i spelet, du är klar!
この日は息子くんの習い事。冬は、うん、多くなるよね。なこの子が食べたいっていうから一応朝聞いてるけど、うん、今日何にする？オートミールを食べ水泳。帰宅後はルッセカットの撮影。 YouTuber 歴3年のミッツン、撮影はもう手慣れたものだ。触ったの、触る、今は触るの時でいた。よし、今少しだけ触る。カメラの方見て、シェアがあるけど、いきますか、うん、先生、いきますか。じゃあ、いきます。せーの、シェナ。みなさんこんにちは、二人パパのみっつんとむしこくんです。はい、はい、まずはバターを溶かしていきます。二人パパキッチン撮影スタート。はい、あと1個置けるね。そこで違う形を作っていい？いいよ、もちろん。黄色が綺麗だね。まあよかった。今年も、うん、食べれて。日本でも作ろうかな。うん、僕らももう一回作ろうかな。うん、まあレシピは動画で。撮影は無事終了。後片付けの次はすぐに夕飯作り。これ今日何鍋ですか？今日担々鍋。なんか辛いもの食べたくて、でも息子くんだけなんか別にちょっと辛くないやつを用意しなきゃいけないんだけど、ちょっと二度手間になってでも辛いのが食べたかった。そう、今は今日寒いし。みっつんが息子くんとキッチンに立つ。二人パパキッチンは憧れから始まった。でもなんか多分子供の時普通の家庭への憧れみたいなのがすごいあった気がする。うち自営業だったから、そのなんかサラリーマンで専業主婦やってるお母さんがいて、家でおやつをなんか用意してくれるとか、実際にはそんなケーキ焼いてる家とかなかったと思うけど、絵本の中でケーキ焼いてくれるお母さんとか、やっぱそのジェンダーステレオタイプが強い時代だったから、でそのうちなんか食いしん坊だから自分が食べたいっていう欲望が大きくなって、でそのうちなんか子供ができたってなってからは、あ、子供とできたらすごい嬉しいなみたいなのはあったかな。で、カルダさん食べましょうか。あ、そう。みんなで鍋を囲む。家族タイムが始まった。3人で出かけて一番思い出に残ってる場所。あ、旅行でもいいし。息子くんは何？スワールだったらあそこにあるの、このなんていうか、あそこにあるの、金箔犬のすぐ後ろのバリエ。ああ。あれ。ああ、ミルクってバリエ。ミルクバリエによく行った。グランカナリアで行ってたけど、この豚牛だけ。二人だけだったね。まあ、リカパパはね、今度行くの時に行けなくても、ホッ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 って、で、ずっとグランカナリアまで、いや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 、ダンスへ行けなかったら、三人で行く。みんなで行きたいね。これ大変な日だったね、UFO との日。動画でも撮影外でも家族の思い出は増えるばかり。ミツパパには家族ブログを始めた理由があった。一番のメインはやっぱ若者に向けてのメッセージ
だと思ってる。それは僕自身が若い時に言われていたら、知っていたら救われただろうなっていうメッセージを織り込んで、ブログでも動画でも発信してるつもり。あと例えば取材を受けたりとかしても、だからやっぱ自分がゲイとして気づき始めた思春期の頃に、やっぱどうしてもそれだと、あ、自分は生きていけないかもとか、普通じゃないかもとか、なんか何かをなんか我慢して嘘をついて結婚しないといけないかなとか、自分のままでいられなかった頃の自分を覚えているから、そうじゃなくても生きていけるし、幸せになる権利もあるし、自分たちがこう望む選択をできるんだっていうことを、いっぱいつける、いっぱいつける、なんか伝えたいなとは思う。それは自分たちが今得られてる生活っていうのは、本当に自分たちだけでは成し得なかった生活だし、今はスウェーデンで結婚して子供を育ってるけど、まあ、スウェーデンで結婚できるようになったのも、そのスウェーデンで声を上げた人たちが過去にいたからだし、そういう部分で今自分がこうこの幸せを享受できているのに、なんかそれはなんかそのまま自分だけのものにするのはもったいないなって思って、まあ、だからこそ発信をすることで、こう救われる人がいるかもしれないし、社会に対してこうこれが答えだという形で提供はしてないけど、それを見た人が、読んだ人が考えるきっかけになってもらえればいいなっていうふうには思ってる。今では若者だけではなく、幅広い年代から支持を受けている。二人パパチャンネルで何人の人が救われたのだろうか。YouTube いつまでやる予定ですか？決めてはいない。でも大体俺って5年周期で人生がすごい大きく変わるから変えようと思ってなくて、なんか20歳の時にアメリカ行って、で24、5かで、まあ、東京出て役者を始めて、で30で結婚、イギリス、35で子供が生まれ、40で YouTube 始めて、40歳になる年で、あまり長くプランするのが得意な人間じゃないから、自分の人生その周期でいくと、あと1年で何かが変わるかもしれないってことですよね。今年なんで2023とかも終わるから、そうね。でも去年さ、去年今年か、結構なんか有名な占い師さんとたまたまお仕事するチャンスがあって、占ってもらったわけじゃないけど見えちゃうっていう話で、見られたらしばらくスウェーデンから日本には帰らないって言われた。行き当たりばったりの人生だった。彼は取材中にそう言った。あとなんかもうとにかく目の前のことを、なんか目の前にこう現れたことをやっていくみたいな、なんかそれでもいい気がするというか、個人的な夢ってあったりするんですか、今後こうしたい。ない、うん、なんか昔は夢がないといけないと思ってたけど、夢を持たなきゃいけないとか、自分目標を持たなきゃいけないって思ってたけど、最近はもうそういうのも特にないかな。うちの息子くんが18歳になるまでちゃんと育て上げるっていうことだけかな。夢じゃないけど、なんかもうそれで送り出せたらもういいやっていう感じはしてるから、それまではまあ、なんだろう、親をしなきゃいけないし、そのつもりで、ね、授かってるから、とりあえずそこだけを全うしたいっていう
感じ。最後に聞いたみっつんが 8000km の旅を通して見た日本とは。うちらスウェーデンも日本も好きだから帰りたい気持ちもあるけど、ちょっと行きづらいみたいな、なんかいつも誰かに見られてるとか気になっちゃって自由なことができないみたいなマインドにもなっちゃう、うん、民主主義って本当に多数決じゃないから、うん、少数派の意見もちゃんと声を上げられる環境があること自体が民主主義だから、清き一票って言うけどさ、清き一票って言いつつも負けたらなんかおろそかになる、そう、負けた方はもう何にも声が上げられないみたいな雰囲気になってるのが今の日本だから、結局元を正すと同じところに行くというか、うん、個人の尊厳、子供だけれども男性だろうが女性だろうがそれ以外の性だろうが、その尊重をする、リスペクトをするっていう、相手のことをリスペクトするみたいなところが結局つながっていくから、この社会で私たちは本当に尊重されているのだろうか。彼らを見ていると自問せずにはいられない。みっつんは今日も声を上げ続ける。